エーテン含水って一番外れ枠だと思わんか。いきなり喋ったと思ったら失礼すぎない。水は割と便利だと思う。ただ芯が扱うから。そう見えるだけ。フォローになってないフォローどうもありがとう。いやいや、だってエーテン艦はそもそものスペックで周りの情報を見ることができる代物だぞ。それをより深く精細な情報まで手に入る程度で。それに比べたらエーテン艦層の方が便利だ。相手の守りたい、もしくは守っている情報の程度を詳しく知ることができるってやつ。例えば芯なら姉妹の中での立場とか。いいよ、真ん中ゆえに中間管理職ポジションで大変なのよ。実際はそれを守るための力だが、私なら守りたいものがわかるのだから、いわば弱点が目に見えてわかるというものだ。使い方がですね、青の使い手がベルでよかったわ。だがやっぱり私の格が一番優秀だな。お前たちよりかは実用的だ。出た出た、また格自慢だよ。人の目をけなしてきたあたりから察してたわ。まともに相手するから。だと思う。私は大体寝るの話は、聞き流してる。それはそれで寂しい。私はこの目が誇らしい。何せ主様も私と同じ目だったのだ。きっと気が合うだろうな。この目は最も攻撃的で、相手を落とし入れることに関しては優秀な目だ。きっと使いこなせた時は主様もこの目の力にはまるだろうな。目の力は同じでも使う人が違うだけで全く使用用途が変わってくると思うのだけど。ダメだ。もう聞いてない。これからが楽しみだ。やっと心の底から楽しめることが出てた。見届けたい。できることならずっとそばで、それが今私にとって一番面白いことなのだから。寝る、主様は完成した。主様だけの武器を手に入れた。もう寝るの仕事は十分に果たした。あとは寝るが満足したら終わり、そこで綺麗に引くんだよ。念のために構えておくか。寝るの威厳は傷つけさせない。寝るの地位や品性を落とす行為は寝る本人が求めても許さない。すごい、これが空間に漂うオーラの無数の波。これらを把握する必要があるのか。情報量が多すぎるぞ。今主様に何が見えている。空間に漂う無数のオーラか、それとも私の左側のマークのようなものか。マーク、オーラに意識が生きてて寝るを見てなかった。確かにある、なんだあれは。それは、点検、相手の無意識レベルの急所、弱点を表すものだ。わざと急所を見せても相手がそれを意識していた場合は発生しない。この私ですら完全にこの点検をなくすことは不可能。そのレベルの精度を誇る。それが私と同じ A 点感を持つ主様の目なんだよ。私はいつもこの目を使って主様の成長を見ていた。大会前に比べて随分減った。点検の発生数が少ないほど隙がなく戦う上では強くなっているということだ。主様が私の攻撃に耐えたり、かわせるようになったのはこれだけ自信の体、フォーム、力の流れを理解した結果、目に見えた成長を私はいつも見ていたんだ。さあ、目の意味と使い方を理解したのだ。次はそれらを使ってどうやって私を追い込む。相手の弱点、急所が見えるか。すごいけどこの状態は正直きつい。常に最大出力でオーラを使っている。長期戦なんてもっての他の短期戦場攻撃型スタイル。そして、後進、全神経、全オーラを最大まで使って俺の最高の状態。これで届かないと最強に届く証明にならない。俺は今寝ると同じ景色を見れているのだろうか。もしそうなら、守ったな、自分の隙を。生まれたぞ、次の隙。何だ、止まらない。もう使っているのはわかる。後進、使っているのもわかる。だがなんだ、わかるからといってここまで動きが良くなるものか。なるほど、これはすごいな。あの二人はおそらく、ネルが今一番動きたい方向を示す二人だ。今のところ全部あの二人に引っ張られるようにネルが動いている。一番動きたい方向が場合によっては相手の読みを潰す最大の弱点にすることができる。つまりネルの動きたい一手を俺が先読みして潰している感じだな。面白い、これならもっと先に手を打てる。主様の動きが私の今の動きよりも格段に反撃できないのがいい証拠だ。示す方向に攻撃してくる。それはそこを狙っているという狙いが分かる隙に変わるから示すんだろう。だけどさすがネルだ。明らかに弱点と動きの先を狙っているのに紙一重のところで確実にかわされる。外から見ていると分かる。おそらくネルが見ている風景と主様が見ている風景は同じようで同じじゃない。まさか同じじゃない。核だと思っていた主様の目は核じゃない。赤系統ではあるけど同じ赤でも名称の違いで細かいところだけど目の効果が異なる。光線、光性、光強、光振、これらを全て使用し A 点感覚を使ったからといって。なんで攻めたらわかる。当たった。先ほどの攻撃とは変えていないのに。
二人が現れなかった。ウマリアの攻撃に対してどう動いても相手の弱点になり得なかった。だけど今なら言えるぞ。この二人は俺を導く二人。どうさ、俺は空間のオーラの流れとこの動作で、私はここからの主様の戦いを見て、その戦闘スタイルに名前を付けた。アンストッパブル、と。従え、考えるな、止まるな、何よりも早く、何よりも夢中で、ただ見える世界に身を委ねるんだ。過ぎた。攻撃の質や回避の質が段違いだ。だが私にはまだ、見えてるぞ。そうしたらお前が一瞬の隙を作るってな。今のは本気で危なかった。別に殺せと言ったが、殺されたいわけではない。だが今の一撃、あれは本当に命の危機を感じた。本当に惜しい。一応だと言わずに存分に力を扱えればこのまま伸び続ける主様の成長に携われたというのに。すまんな、主様。私が今弱いばかりに急激に上がっている成長に一段落つけさせなければいけないとはな。そうだ、一点集中の極意、あれを足に使うことで動きにブーストをかけれるんじゃないか。いい加減紙一重でかわされるのにも憤りを感じていた。次は当てるぞ。全てが点で繋がっている。この点の俺たちは勝利、オーラとね。そして俺の感性や経験がただ力となる。受けてきた。もう回避する余裕もないか。なら一点集中を拳に宿す。私は見た、主様が動く可能性を描く空間に漂うオーラは、私の飛行発砲を捉え、回避どころか、私のガードすらも容易に壊し、そして、私を、撃ち取った。光線、光勢、光強、光心、栄転換、無我の境地、一点集中の極意。俺が東京に来てから得た技術を全て出し尽くした、そして届いた。違う、届いたんじゃない、届かせたんだよな。寝る。わざわざ自分の神域を使ってまで俺を殺さないようにして。別にネルは最初から俺を殺す気なんてなかった。正々堂々なんてする気もなかった。ただ俺に危機感を持たせて急速な成長に期待した。それでなぜか死にたがっている。勝手な奴だよ。どこまでも、まさか主様に説教される時が来るとはな。それで死ねそうなのか。急所をしっかり最大火力でぶつけたけど、ああ、守備面は大したことないのだが、何分タフなもんでな、私は。そうか、なら二択をネルに与えてやるよ。どうせ死んで身がドルエデンに戻るなら今すぐ選べ。常駐契約をして俺と一緒にいる。それか、常駐契約を約束して身がドルエデンに戻る。どっちだ。それは二択とは言わんぞ。傲慢でおバカな主様よ。どうせ死にたい理由は言わないんだろう。ならネルの意思を考慮してやるよ。だけどその代わり俺の意思も考慮しろ。俺は俺のためにここまでしてくれるネルが必要だ。だからそばにいてほしい。そう考える俺は浅はかか。浅はかだな。デスペナルティが終わったら主様のところに通うさ。我ら、ヘブンズハート、は主様から召喚されなくても勝手に現実世界に来ることは可能だからな。私を手中に収めたいのならそうだな。存分に私を愛し、甘えさせてくれ。女帝、しかも皇帝と呼ばれているからな。ミガドルエデンでは早々気を緩めることもできんのだ。お安い御用だ。なら約束だぞ。それまでネルの分の席は開けておくからな。そうか。それはこのデスペナルティ期間の間の楽しみが増えるというものだ。ああ、楽しみにしていてくれ。ありがとうネル。ネルがいてくれたこの時間、すごく楽しかったよ。それは私のだ。主様。と言ってもガス欠だぞ。俺。お疲れ様。だと思う。ネルの尊厳と幸せを両方満たされた形で終わった。一応満足。あとはネルが BL を呼んでいるし、それまでの間は私が傷を治しておくね。ネルと約束したし、私がしっかりネルの役割を引き継がないとね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。
また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。